皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回はリクエストにお答えして、自分でオリジナルの曲を作ったときに、ギター以外の他のパートのフレーズを作ったり、アレンジをできるようになるためには、フレーズを作れるようになるためにはどうしたらいいかという話をさせていただこうかなと思います。自分で曲を作りました。で、そのギターのパートに関しては、まあいいけれども、ギター以外のパート、ベース、ドラム、キーボード、それぞれのフレーズを作れるようになるためには、さあどうしたらいいかという話でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、まあ、一番いい方法は、やっぱりそれぞれのパートはそれぞれのパートの人に任せることがやっぱり一番好ましいかなと思います。曲を作りました。で、それをバンドに持ち込みました。で、まあ、コード進行はこんな感じです。歌詞はこんな感じです。君はこことここにあります。で、この辺に関してはドラムはこうしてほしい、ベースはこうしてほしいっていうポイントがあったならば、まあ、それらをわーっと伝えて、ベースはベースの人に考えてもらう。ドラムのフレーズはドラムの人に考えてもらう。キーボードはキーボードの人に考えてもらう。そんな感じで、ね、せっかくバンドメンバーがいるのでしたらば、バンドメンバーがいるのでしたならば、そんな感じでパートに関しては全ての人に任せた方が一番美しいかなとは思います。でも、それでもあえて自分でそのフレーズを作ってみたいとか、もしくは、その宅録とか、自分でその一人でこうコツコツやってるだけだから、バンドメンバーがいないとか、それぞれのパートを演奏してくれる人がいないといった特殊な環境の場合に、さあどうしたらいいのかという話をさせていただこうかなと思います。しかし、これね、すげえ簡単な話なんですよ。すげえ超シンプルでございます。すげえ簡単でございます。すげえちょろい。ちょろくはないけど、すげえ簡単です。シンプルです。それは何かっていうと、お持ちのバンドスコア、片っ端から引っ張り出してきてくださいませ。何でもいいです。バンドスコア、少なからず1つ、2つ持っていると思うので、引っ張り出してください。ちょっと僕は、もうバンドスコアもうほぼほぼ捨てちゃって、今ね、バンドスコアなんかないかなと思ったら、なぜかペズが奥の方に出てきたんですけども、すっげえ懐かしいですよね。9月の空。こうあったわ、こんなアルバムっつってね、もうバンドスコアこれしかないってどういうことだって感じですけども。まあまあまあ、よしとして。この中にその、ね、いろんなパートが出てくるわけじゃないですか。それぞれのパートを全コピするわけなんです。ドラムのパートだったらばドラムを全コピー、ベースだったらベースを全コピー、で、サックスとかトロンボーンとかに関してはさすがにちょっとこれは厳しいんで、まあ、僕だったらまあギターで代用するかなって感じですけども、まあ、もしそのトランペットとかサックスとか吹ける環境とか機材を持ってたならばそれはチャレンジすると思います。で、ピアノはもちろん自分で弾きますし、そんな感じでできる限りでその自分で全部パートをコピーするというやり方です。さすがにね、その片っ端からやっていくと結構体力が持たなくなってくるので、まずは自分の好きな曲を、チョイスすると良いかなと思います。お持ちのバンドスコアはわーっとこの片っ端から引っ張り出していきて、この曲はもう何百回聴いたかわからんけども、この先も何百回聴くかわからないけど、まあ飽きないと。もうこの曲だけはほんまに好きやでっていうのが少なからずあるはずなので。そういったものからチャレンジしてみると良いかと思います。よし、ちょっとドラムからチャレンジしてみよう。よし、ベースからチャレンジしてみよう。よし、キーボードからチャレンジしてみよう。いろいろあると思うんですけれども、ゆくゆくは全パートコピー、完全制覇が目標でございます。で、その時にやっぱ皆さんがドラムやったことないよとか、ベースやったことないよって躊躇すると思うんですけれども、そこで躊躇しないことが全パートアレンジできるようになるための第一歩、第一歩という感じでございます。そこで躊躇しているようだと、多分アレンジとかできなくなってしまうので、躊躇せずに、ぜひ全パートチャレンジをしてみていただければという感じです。まあ、幸い、YouTube でドラムレッスンとかベースレッスンとかね、検索するとなんかあの辺の人たちがね、こうバラバラと出てくるから、情報に関して困ることはないでしょう。ただ、技術の習得に関しては、ひたすら鍛錬を積み込むしかないので、まあ、その辺に関しては気合で GO という感じでございます。まあ、皆さんご存知のように、僕は昔、チェッカーズがすごく好きだったので、中学校1年生とか2年生の頃、まあ、バンドスコアとかその買い集めましたよ。すごいたくさん買ってきて。で、その中に書いてあるパート、まあ、それぞれ、チェッカーズもやったらドラム、ベース、コーラス、あとサックスってあったんですけども、サックスはちょっと持ってなかったので練習しなかったんですが、ドラムとかベースに関してはその全部コピーしましたし、よくそういった遊びをしておりました。そんな感じでやっていくと、それぞれに対する、それぞれのパートに対する考え方とか、アプローチの仕方とかが見えてくるので、それらをこうわーっと、習得した後に自分の曲にコフと返ってくると、あ、こういうフレーズを使おう、こういうフレーズでいこう、こういう流れでいこうというのがそのアイデアとして出てくるわけなんですよ。単純にそのプレイヤーとして自分が成熟しないとね、そのフレーズなんてのは絶対出てこないので、一番手っ取り早いのが、さっきも言った通り、楽譜を用意して全パートをコピーするというのが一番楽です。一番楽です。手間かかるかもしれないですけども、一番楽です。あと何よりも自分のためになります。すげえ視野が広くなるんで。でも、それでもやっぱりそんなちょっと全部のパートを練習してる時間はないぞという方はいらっしゃるかと思うんで、そんな方にまたちょっとお勧めさせていただきたいのが、全パート打ち込み。
という方法です。全パート打ち込み。パソコンとある程度 その打ち込みスキルが必要になってきてしまうんですけれども、まあ、1曲、2曲、ね、打ち込み終われば、その打ち込みスキルなんかにもすぐついてしまうと思うので、またバンドスコアを用意して、自分の好きな曲を用意して、全パートをポチ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 と打ち込んでいくわけなんです。さっき言ったように、僕が中学校1年生とか2年生の頃とか、全パートコピーをして、遊ぶやり方もよくやってたんですけれども、それと同時にやってたのはやっぱりこの打ち込み遊びです。例えば、この中から一つ紹介させていただきますと、これまた中1とか中2とかそのくらいに打ち込んだファイルなんですけど、ラップチェッカーズがすごい好きなんで、ミセス・マーメイドとか、なんかこう打ち込んだりとかして遊んでたような感じです。それぞれの楽譜に書いてあることを忠実に打ち込んでいくわけなんです。そのリズムのことだったりとか、フレーズのことだったりとか、そうすると、そのコードの流れとか、そのボイシングの流れとか、フレーズの関係性とかがすげえ見えてくるんですよ。で、なおかつ、その楽譜の読む練習にもつながるんで、2曲、3曲やれば楽譜の読み書きがめちゃめちゃうまくなると思います。そして、打ち込む能力に関してもそれ桁違いに速くなると思いますし、そんな感じでも一石二鳥どころか、一石四鳥、五鳥、六鳥ぐらいのメリットがたくさんありますので、全パート打ち込みは本当におすすめです。本当におすすめです。ちょっと大変だと思うんですけれども、2、3曲やれば多分こんなのもすぐできると思います。結構ね、これがね、すごい楽譜が細かくてね、この後ろのボンゴがね、すごいこの楽譜に細かく書いてあって、うわぁ、めんどくせぇって思いながら打ち込んでたのをね、すごい鮮明に覚えてます。あと、サックスの打ち込みがめちゃめちゃむずいということを、学んだのを覚えてます。この辺とか。全然かっこよく聞こえねえっつって何が違うんだろうかっつってすごい悩んだような覚えがあるんですけれども、まあ、この頃はわからないながらも、まあ、こんな感じで打ち込んで遊んでたという感じですね。こんなようなファイルがね、ちょっと20、30くらいあるはずなんですけれども、さすがにもう20年以上前のファイルなので、ちょっと頑張って探して、これぐらいが見つかったって感じですね。多分どっかに、ほんと端っこの方に多分データはまとまって残ってると思うんですけどね、基本的にそういうデータは取得主義というか、昔のデータなんかね、そんなもんね、600メガとかあればね、全部バックアップできるレベルだったので、全部バックアップしてるはずなんですけども、ちょっと見当たらずという感じですね。600メガで全部バックアップ取れるって、またなかなか果てしないなって感じですけれども。まず、そんな感じです。そんな感じでちょっと話をまとめますと、全パートアレンジをしたりとか、全パートのフレーズを作れるようになりたいっていう話だったらば、もう平たく全パート弾けるようになっちゃえばいいんです。で、その全パート弾けるようになるためには、お持ちのバンドスコアの中から好きな曲をチョイスして、全パートコピーをしていくと。ドラム、ベース、ギター、もしくはボーカルとかコーラスとか、サックスとかそういったものが入るかもしれません。そんな中でね、そのコピーをしていく中で、チャレンジをしていく中で、すごい、視野が広がることがたくさんあるかと思いますので、よかったらチャレンジをしてみてくださいということです。で、それでも難しければ、全パート打ち込みです。全パート打ち込み。まあ、パソコンに詳しくない、疎い、もしくはその打ち込みのソフトとかにも疎い、いろいろあると思いますが、一日本気を出して、ちゃんとこう取り組んで、勉強したりとか調べたりとかして取り組んでいけば、一日で大体もう用意はできると思うので、あとはまあ、頑張って打ち込んでいくって感じですよね。どんなに時間かかっても、丸2日潰せば、環境の用意と、あと1曲打ち込み終わるはできると思います。一日10時間とか12時間とか突っ込んで、1日2日取りかかれば、用意をするところと環境の準備と、あと1曲打ち込み終わるぐらいはできると思います。そんな感じで、私からご提案する方法としては以上でございました。そんな感じでいろいろと楽器をマスターしていって視野を広げていこうぜ、わっしょいということでございます。はい。割と成功法な話でございました。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。バッハハイ。